初から最後まで全部に関われるところです。でお客さんと一緒に記事の流れとかを確認して、でお客さんに納得いただいた上で出荷していく、その途中にこう喜びがあります。在学中には自動車関係の、コースを選択してて、実際の自動車の部品とかを分解したり組み立てたりっていう作業をかなりやってきたんですね。こういう経験を生かして食品機械を作っていきたいですっていうのは伝えました。今まで自分が見てなかったところを新しく見て回れるところですね。で、あとは就職活動を通じていろんな土地に旅行気分で行ってみるのもいいんじゃないかな。その土地によっていろいろ雰囲気が違うところもあるので、いろんな地域を体験してみるのもいいんじゃないかなと思います。みんなで尊重して相乗するっていうのができていくんじゃないかなと思います。専門技術を学べましたし、今でも付き合いがある友人ができたので、貴重な時間だったなと思います。